when here. This has to finish, and then this happens. So it's not exactly. 教授たちの学生のニーズに答えようとしてくれる姿勢がすごくいいですし、学生たちも国際的視野とかいろんな帰国子女だったりいろんな経験してる人が多いので、私も刺激になってすごいいいなっていうふうに感じます。帰国子女としてここに入ったんですけど、やはり日本に住んでいるとどうしても英語を忘れてしまうのがあります。でたとえ1日のたった1時間半でも英語しか活用できない時間が確保されているというのは個人的にすごく大きいものと思っています。留学半年間は必須っていうことが特徴です。そのために1年のもう最初からネイティブの先生が担任となって、週に6コマくらいは英語の授業があります。英語をツールとして実感できるチャンスがすごいたくさんあって、世界には羽ばたきたいなっていうのはあります。フィリピンの田舎の方で子どもたち先生やったりだとか、そういったことも夢の一つであるんですけど、いろんな人たちに触れ合いたいなっていうのがあります。